日本兵庫県神戸市中央区、海岸通りメリケンハトバートから。右奥は、旧居留地。海岸通りは、兵庫県神戸市中央区にある二つの町名で、両者は、地理的には、連続している。現行行政地名は、海岸通り及び海岸通り一丁目から六丁目。郵便番号は共に650の 0024? 旧居留地の南端にある住居表示未実施の、 海岸通りとその西に伸びる海岸通り1丁目から6丁目とが存在する。南は国道2号でその上を阪神高速3号神戸線が走る。共に商業地域で前者は事務所ビルが立ち並び、後者は事務所、ビル、倉庫が立ち並ぶ。神戸で文脈なく海岸通といった場合には校舎を指し、前者は まず旧居留地として見られ、その中の海岸通りとして見られる向きがある。旧居留地の方は、北は、西から順に、西町、赤市町、張間町、奈庭町、京町、江戸町、伊東町、東町、東は、加納町、南は、東から順に新興町と、鳩場町に接しており、西には、海岸通り1丁目から6丁目が続く。 海岸通り一丁目から六丁目は東西に細長く、東端が一丁目で西端が六丁目だが、六丁目三番が、弁天町六丁目によって、宝分断され、飛び地となっている。南は、鳩場町、六丁目二番と三番の間に、弁天町が挟まり、飛び地の南西が、東川崎町、北東から北にかけてが、栄町通り。旧居留地の方は、 居留地時代外国商館が立ち並んでいたのが、神戸港の発展で、海運会社、商社などが進出した。居留地側には、神戸地方合同庁舎、NTT ネットワークセンター、新名会、ビル、県農業会館があり、三井商船ビル、新興ビル、チャータードビルなどの近代建築が残る。また、一丁目には、元町変電所、二丁目に、神戸海岸郵便局、 三丁目には、神戸中華総業会ビール。六丁目には、高浜岸壁がある。メリケンハト千八1872年明治4年、宇治川小井川間に道路が完成し、海岸に面していたことから、海岸通りと名付けられた。また、明治5年、神戸外国人居留地内の東西五本南北八本の道路のうち、幅10メートル、長さ401.4メートルの最南端の、 東西通が海岸通と名付けられた。海岸通り一丁目から六丁目は、海岸通りに面していた神戸町のうち、浜の町、札場町、松屋町、中の町、西の町、城下町、東本町、西本町の各一部から明治七年に成立し、昭和初期の九百三十年代になると、海に面して、神戸優先ビル移動、香港上海銀行、海岸ビル、 商船三井ビル、オリエンタルホテル、新興ビル、チャータード銀行といった石像建築が連続する洗練された都市景観を形成していた。双方ともはじめ神戸市、昭和6年から神戸市神戸区、昭和55年から中央区の所属、明治40年頃。ありがとうございます。